こちらは確か島の反対側でしたか。例の霊窟は逆方向ですね。ああ、ただ余裕があれば巨像は見たいかもしれない。ローゼリアさんが言っていた炎の至宝だった存在ね。少し足を伸ばしてみるか。セイセイセイさあセイチャンスだ。いいもんをくれてやる。ほれほれ、よし。行くぞ。セイ、私の番だな。行くぞ。見たか、ヴァンダールの剣。ふう、感じがつかめてきたな。うん、いい感じだろう。マナもちゃんと安定していると思います。そうですか。この調子でリハビリがてら進んでいくといいわね。さあチャンスだ。そこだ。そこで決断。任せた。任せるがよい。僕たちの相手じゃないな。まだまだこれからだ。覚悟してもらうぞ。ああ、チャンスだ。もらった。行くぞ。はっ、任せるがよい。その程度か。精進するがよい。
そう、幼霊窟はこっちでしたね。島の表側、船着き場を少し行った奥だったな。ああ、行ってみよう。せい、さあ、さあ、一気に行くぞ。いいもんをくれてやる。行くぞ。下がれ、崩れた。スキャリ、とどめだ。任せるがよい。はっ、崩したぞ。スキャリ、行くぞ。行くぞ。見切った。ふん、この程度か。よし、掴んだ。精進ある。任せろや。いいもんをくれてやる。ほら、チャンスだ。一気にせ。任せてくれ。ふっ、俺の番だな。はっ、みんな大丈夫か。この規模の無人島にしては珍しいというか。だからこそ2年前の実習の候補地に選ばれたんだけどね。それかかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。それかかった。いい感じだな。まずまずだな。それかかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。
取れ。かかったいい感じだな。やった、大物だ。それ、かかった。いい感じだな。よし、ゲットだ。私の番だな。総列だ。俺の番だな。俺の番だな。はっ！
崩れた。スキ私のバンドは崩したぞ。スキャリ任せろや。ふっ崩れたぜ。もらった。決まりだ。さーて祝杯でもあげるとすっか。当然アルコールは厳禁だがな。各種ステータス。相手にとって不足はない。バリアントハーツ。アルゼイドが神髄。さて戦闘終了。先に行こっか。Thank you.
気をつけろ。行くぞ。今だ。行くぞ。行くぞ。俺の番だな。クレイジーハンド任せろや。いいもんをくれてやる。ほら、うん、チャンスだ。もらった。行くぞ。うなれ、うおー、ラスティング。僕の番だな。崩れた。もらった。任せるがよい。は崩したぞ。任せろや。俺の番だな。今だ。私の番だ。いいぜ。僕の番だな。ありがとう。任せるがよい。よし。この程度か。正直悪くねえな。各種ステータスアップです。始めんぞ。いいぜ。チャンスだ。もらった。芝居だ。
さーて、祝杯でも。あ、例の霊窟はそちらの石畳を登った先ですね。ああ、念のため周辺を確かめてから行ってみよう。宿舎、2年前の実習でお世話になったね。ああ、男子と女子で別れて泊まったんだったな。あの頃はフィーとここまで通じ合えると思わなかったが。ラウラ、ちょっと恥ずかしすぎ。やっぱり先輩たちも仲がいいな。Thank you.
は。2ヶ月前とは明らかに様子が違うみたいだな。そうなんですか。確かに明らかに霊脈が活性化しているようだが。はい、総国というものに関係がありそうです。その答えがこの先にあるってわけね。来ましたわね。よっ、早かったじゃねえか。いや、この状況を考えるとむしろ遅いくらいかもな。クロウ、やはり待っていたか。あれだけ露骨に言われたら来る以外の選択。神速、いや、リバリーさんもわざわざ付き合ってくれたみたいで。かっ、気安く名前を呼ぶんじゃありませんわ。ただでさえ気が進まない場面に立ち会わなくてはならないのに。それって、ま、せっかく新旧7組がガン首揃えて集まってるんだ。お望み通り話してやるよ。いきなり本題。話が早くて助かるが。ああ、どうか教えてくれ。俺たちが今感じている感覚、世界そのものと一体化したような胸がざわつく戦いの予感について。世界そのなるほど、そういうからくりですか。さすがジョーちゃんは見抜くか。委員長に黒猫、ガイウス、サラあたりも気づいてるようだ。総国が奪い合い、世界の終わりの中で行われる鬼神同士の殺し合いっていうことに。
嘘。やっぱり2年前姉さんが高魔城でやろうとしていたことから気づきました。クロウさん、あれは総国の条件を疑似的に達成する狙いだったんですね。そして結社が春からやってた神器を使った3つの実験。それも総国が疑似的に再現できるか検証するのが狙いだったんじゃないの？ええ、背景の詳細までは聞かされていませんでしたけど、2つの手法が融合した巨大な力を本当に蘇らせることができるのか。言い換えれば闘争の果てに奇跡が起こせるかの実験でした。ま、おおむね正解だな。ビータのやつは昔から呪いを止める方法を探していた。大いなる一の呪い、世界に終焉をもたらす黄昏の発動。過去数百年の鬼神同士の戦いは全てそのデモンストレーションみたいなもんだ。世界の動力化が進み、大量破壊兵器が生まれ、実際に世界が滅びかねない現代において真の意味で七の総国の条件が整う時の。もしかして滅びと総国というのは連動しているというよりも世界を闘争で滅ぼすというのが七の総国を起こす条件。ああ、おそらく見立てとしては世界は大釜なのだろう。黄昏によってくべられた炎を極限まで大きくするための闘争。規模が大きければ大きいほどいい。その炎に包まれた大釜の中で元は一つだった七つの欠片が相争う。奪い合い、殺し合い、溶け合うように混ざり合って、最後に新たなる一となるために。それってまるで中世の魔導士、いえ、錬金術師たちの錬成。もしくは東方に伝わるという孤独のようなものか。ええ、そのどれよりも原初的で圧倒的な規模のようですけれど。クソが完全に思い当たるっていう面をしてやがるな。無理もねえ、特にお前は起動者にして逃げだ。繋がってる身としてはリアルに感じざるを得ねえだろう。まさか今ここでその総国を始めようっていうの？ビータじゃねえが、ある意味これはチャンスだからな。戦争が始まっていない今なら知性どもの思惑も外すことができる。逆に帝国が共和国に仕掛けて戦争が始まっちまえば、逃げであるお礼の強制力が働き、いやおうなく総国に駆り立てられる。
つまりそういうことだな。リン、呪いの強制力。その通りだ。暴走するか、記憶を封鎖され使命に従うだけにされるか。どっちに転ぶかは分からんだな。だったらこれは確かに最後のチャンスかもしれない。理性か記憶を奪われ、殺し合いに無理やり参加させられる前に、己の目で総国というものを確かめ、乗り越えられるか否かを見極める。八王の剣士として、七組みんなの仲間として、リーン・シュバルサー自身として、クロ、お前の前に立てる最低限強行。まずは、高魔女や結社の実験と同じく、場を温める必要があるようです。助立ちを3名出しなさい。相手をして差し上げますわ。来たメンバー以外とも成功人だったか。さすがは総国の舞台の一つと言うべきか。真の条件には届かないだろうが、ギリギリクリアしてるみたいだ。さあ一緒に踊るとしようじゃねえか。暗き深淵を覗き込むための終末のダンスを。ああ、みんな頼む。全力を出し切るぞ。くれぐれも手加減無用ですわよ。ここですわ。気合いだぜ。行くぞ。Yeah.
行くぞ。壮烈弾行くぞ。私の番だな。
ありがとう。僕の番だな。やあ、ありがとうよ。私の番だな。打ちのめすぞ、クレイジーハント。行くぞ、バンダーレが総計あれで。さて、これは総国の準備が整ったみたいです私に手伝えるのはここまでです。あとは勝手にケリをつけなさい。おう、オルディーヌ、行くぞ。了解だ、クロー。来い、バリマール。ママとはな。だがまあ、単なる強度で言えばゼムリアの武器と大差はねえ。遠慮は無用だ、存分にやり合おうじゃ。あ、おい、どういうつもり。クロ、総国というのが真に鬼神同士の奪い合いだった。機動者についてはどうなんだ。家となった俺ももちろんどうなるかは分からないが、おそらく機動者だからこそ帝国の呪いに生かされている存在。不死者が負けたらどうなるんだ。あ、まさかまあそのあたりもやってみなきゃ分からねえだろう。大体お前、やり合う前から何勝ったつもりで嫌がるんだ。腹をくくれよ後輩。世界の底が抜けようっていうこの状況で終わっちまったやつ相手にうだうだ足踏みしてる場合かよ。いいだろう。だが訂正してもらうぞ。俺たちの仲間で先輩で常に先を行っていたライバルは、そんな安い言葉で片付けたことを。ふん、上等だ。かかってこいや、リン。行くぞ。私の番だな。
行くぞ。Longplay!
よい。チャージする。時とは違うのに、うん、致命傷はないはず。しっかりしなさい、クロウ。なるほど、こういうことか。オルディーネの力と一緒に今まで生かされてた俺の力も灰に。これを繰り返すことで全ての元凶たるヘイ、しゃべるでない。セリーヌ手伝って。やっぱり見過ごせるわけない。分かってる。二度目っつうのも格好がつかねえが、だが前と違って俺たちの力はお前らに生きる。悪いな、延長戦なんかに付き合わせちまって。お前らがいりゃあいつは大丈夫だろ。そうそう、どこかでゼリカも何とかしてくれや。バカ、自分でやりなさい。トア会長にジョルジュ先輩も、お前がケリをつけるべきだろ。攻防であいつを取り戻した根性、大したもんだ。これからも甘ったれな教官を相手に勝つを得てやるとは。諦めちゃダメですよ。教官があなたのことをどれだけ大切に思って。甘ったれはどっちだ、クロ。教官おい、ふざけるな。クロアームブラスト、世界の底が抜けかかっているこの状況で自分だけ先に退場するつもりか。こいつは、お前、力を、まさか融合するはずの力を押しとどめて。ううん、逆流させている。むちゃくちゃですわ。何が総国だ、誰が受け取ってやるものか。そんなことをするくらいなら生きて生き延びるためにあがけ。あがいて50ミラの利子を今度こそのしをつけて返してみろ。消えかけてたのに。これは新たな何かが双方の間に。ええ、ひょっとしたら。戻ってこい、クロ。俺には、俺たちにはお前が必要なんだ。そうそう、クロも一緒に頑張ろうって。今の
もしかして幽霊靴じゃ。お、起きるみたいだな。ほんとこの教官と来たら。今回ばかりは完全に同意ね。なんだかちょっとムカムカしてきました。それは本人にぶつけてあげるといいよ。どこまでものんきというか。あ、ここは。ええ、ブリオニア島の管理小屋の中ですね。あれから6時間ほど、ずいぶんぐっすりだったじゃねえか。まあそれだけ全力を使い果たしたということだろう。今後ある総国についてはあらかじめ備えておくべきかもしれんな。そうだ、総国、あれから一体どうなって。デュバリーさん。名前で呼ばないでくれます？それにさんというのもなんか落ち着かないような。いや、そう言われても。よ、お先にだ。つってもお前同様まだ起き上がれそうにねえが。クロウ、そうか、なんとかなったんだな。みたいだな。カッコつかねえというか。この際カッコよさはどうだっていいでしょうが。エマさん、セリーヌさん、結局何があったんですか？ええ、霊力の流れを見ていた限りの推測ですが、バリマールがオルディーネを眷属化したみたいですね。それって暗黒竜の時に共和国の隊員がなった？あれは眷属よ。一切の意思を持たぬ下僕ね。眷属は霊的なつながりのある関係。エマと私がそれに当たるわね。なるほど、私とクラウソラスにも似ていますね。そうか、それで鬼神同士がそういった関係になったから。機動者同士にも影響してクロウが消えずに済んだわけね。ああ、おそらく総国としてはイレギュラーな形なのだろうが、オルディーネの力はバリマールに吸収されずにそのまま。まあ別にいいんじゃない。単に武装強化するよりも味方が増えた方が有利っぽいし。うん、バリマールに続いてオルディーネが帰化に加わった。クロウと合わせてまたとない戦力増強になったであろう。やれやれ、問答無用かよ。まあ負けちまった以上勝者に従うのは筋だしな。どのみち黄昏にケリがつくまでの追加ステージだ。先輩、やはりそこの部分が覆ることはないということか。ああ、どんな立場になったところで俺という存在は摂理に反している。たとえ女神の奇跡が起きたとしてもその無理筋は通らねえだろう。なあガイウス。そうだな。はい。クロウ、そんな、でもそれじゃあなんとかならないんでしょうか。ユーナさん、アルティネさんも。ったく、これだから女神っつうのは。それでも、それでも俺たちは嬉しいよ。クロウが戻ってきてくれるのは。その件については納得したくないし諦めたくもないが、
今はただクロウが7組に戻ってきてくれるのを嬉しく思う。あそうね、まったくビータといい似た者同士っていうか。おかえりクロウ、そしてこれからもよろしく。目いっぱい力になってもらうからな。あった、利子分は働いてやるよ。よかった。宝刀息子がようやく戻ってきた感じかしらね。まったく、とんだ茶番ですこと。そういえば神速のそなたの方はこれからどうするって、あなたたちには関係ないでしょ。おせっかいもここまでです。明日になったらバイバイですわ。バイバイって。でもどうするの、結社のバックアップなしじゃ動きようがないんじゃない。確か結社のやり方を見極めようとか言ってたけど、頼れる味方とか当てはあるわけ？というかそもそもこの島から出る術はあるのか。結社の転移術の仕組みはちょっと分かりませんが。その気になればオールディスまで泳ぐくらい。さすがに無理があるかと。要するに使えないのか。協力する構成員にのみ利用できるような技術なのかな。ま、お前さんには今回世話になりっぱなしだったからな。俺同様しばらくの間こいつらの世話になっちゃどうだ。はあ！そんな馬鹿げた真似できるわけがないでしょ。いやしくも元敵対大使がそのようなみっともない。いや、工房本拠地で助太刀してもらった礼もできていないからな。今回の顛末についてもあなたの力添えがあったからだろう。袖振り合うも多少の縁、これも巡り合わせというものであろう。客商としてしばしの間力を貸してくれるだけでもよい。それに総国についてはあなたのマスターも無縁ではないかと。私たちに同行していたらいろいろ情報が入るかもしれませんよ。それは確かにマスターも。ですがうまく立ち回れば。さすがミュゼ君、えぐいところをついてくるな。恐ろしい子ね、本当に。伊達に決起軍全般のフィクサーをしていないというか。ナチュラルに繰り出してきますからね。仕方ありませんね。しばしの間協力してあげます。ですがお忘れなきよう、私はあくまで客商、仲間になるわけじゃありませんから。